ロが伝えるパントマイムスゴ技テクニック。さあ、パントマイムテクニック何を知りたいかな？壁。いいです。さあ、それでは壁の3つのコツをお伝えしましょう。この3つのコツを知っているとあなたの表現力が2倍、3倍、10倍、100万倍爆上がりでございますので、一緒にやりますよ。さあ、それではコツその1。まず目の前に壁があると思う。その2、その壁を触って片手ずつ動かす。その3、手を止めて体を動かす。おお、さあ、それではつなげてやってみるよ。壁があると思う。おお、壁を触る、そして手を動かす。1、2、3、4、そして体を動かす。5、もう一回いくよ、せーの、1、2、3、4、5。できた。さあ、お友達に見せてあげてね。いいです。